こんにちは、まきです。今からちょっと買い物へ行ってきます。車でブンブンね、コリンね。はい、行きます。ブンブン、こんな大きいところです。待って、売られてます。サーモン買いに来ました。エビ、なんだろうこれ、魚よくわからないのがいっぱいあります。なんだろう、あとここは燻製物ですね。燻製されてるのがあります、うん、で、あとはこっちからイクラとかですね。なんか肉の塊、こんな感じ。これとんかつの具だよ。5キロ、すごーすごいですね。あ、これ手びちだ。ガランコ、豚足です。大きな豚足、これ欲しいんだけどな。こっちヤギかな、ラムかな。こんな感じ、肉もたっぷり見ます。コーヒーとかもいっぱいありますね。今日行ったのはマクロっていう会員制の、なんだ、大きいスーパーみたいな感じですね。コストコみたいではないです。コストコとは全然違うんですけど、オーナーさん、なんか会社のオーナーさんだけが作れるカードがあって、そのカードでしか入れないお店なんですけど、私たちは持ってるわけではなく、借りて入ってます。それで買い物して、買ってきました。で、今回は、今回マクロでは、サーモンとイクラかなを買ってきました。今週ちょっとお寿司をお願いされているので、そのために寿司用のサーモンとイクラを買ってきました。これもキャビアって書いてあるんですけど、イクラでーす。高いんですよ、これ。45ゼロだったかな ?50 ゼロってかな、まあ、400円ぐらいしまーす。で、サーモンなんですけど、サーモン
サーモン小さかったのかな。今回ちっちゃいサーモンのなんか半身を買ったんですけど、見えますかね、 15.220 ってなんで450円ぐらいか、70円かなぐらいです。1キロ35ゾロってなんで1050円、1キロ1050円です。それでも安いやつですね。他の大きいスーパーに行くと60ゾロってぐらいしたりするので、最近1キロ1800円とかするので、ちょっとまだこっちは安いです。それで買ってきました。すいません、中見えなくてごめんなさい。ちょっと見えるかなすいません。もう一つはポーランドのスーパーマーケットに行ってきました。で、今回安かったのがですね、お肉なんですよ。見えますかね、豚のこれ、豚の見えるかな、これ豚の胸肉とかになるの、肩肉わかんないわかんないけど、1キロ 16.99 ゾロッティが 8.99 ゾロッティにちょっと安くなってたので、これ買いました。これ 1.5 キロあります。大きいです。私も顔大きいんですけど私の顔より全然大きいですまあ 1.5 キロ、これでだから1キロ 8.99 ゾロッティの 1.5 キロだ、いくらだポーランド肉食なんで肉は安いと思います。ちょっとね、あとはどうだろう。はい、このサラミです。サラミはですね、うちの子がよく食べてですね、パンに乗せて、ケチャップつけてそのまま食べてます。贅沢ですよねまあ、ポーランドだからできることです。で、5ゾロッティぐらいなんで、これで150円ぐらいです。これはもう普通のハムですね。なんか多分日本にあるのとあんまり変わらない。でも味はまあ違うんですけど、日本にあるような、想像できるようなものを今回買いましたね。わかりやすいかなと思って。で、ここ200g って書いてあるんですけど、これで6ゾロってくらいなんで、これで180円ぐらいです。続きまして、これですね。生ハムみたいなやつ。今回ちょっと、おつまみみたいに食べたいなと思って買いました。これがですね、生ハムみたい。こんな感じ。見えるかな？これで、6ゾロってなんで、これも、180円ぐらいです。美味しい、普通に美味しい、うん、続きましてラディッシュです。ラディッシュもう おなじみですよね。葉っぱ付きでこのまま買いますレーズなんだろう、変わり種として、はい、あ、はい、これ買いました。これオグルキーピクルスになるのかな、キュウリの塩漬けですにされているピクルスになります。美味しいですよ。ポーランドのピクルス美味しい。いや、でも、やっぱりばあちゃんが作るのが一番美味しいかな。日本で売ってるピクルスとなんか違うんですよ、全然。私は日本で食べてるピクルスあんまり好きじゃないんですけど、こっちのこのポーランドのちゃんと漬けられてるやつは美味しいです。うん。やっぱ酢漬けより塩漬けの方が美味しいです。続きまして、キュウリです。ちょっと違いますよね。短いんですよ。短くてデブッチョなんですけど、なんだろう。なんか日本にあるのとは全然、多分種類が違うと思うんですけど、これもキュウリですよ。美味しい。うん、続きまして、でっかいパン買いました。今回はなんかもう大きいの買いました。なんかもう毎日なんかパン買いに行くのがちょっとめんどくさくなって、もう大きいのを買って、ちょっと2、3日持ってくれっていう感じで。これ大きいの買いました。このパンの大きさで 900g なんですけど、このパンの大きさで、4ゾロってぐらいなんで120円ぐらいです。安いと思います。まあパンなんで。続きまして、卵30個入りを買いました。これ洗剤だったり、今回僕はポーランドの持ってる洗剤だったり、まだレモンのジュースだったり買いました。あとは、あ、はい、あ、まだコリンパンパスしてるので、ふき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 と3パック入りを買いました。これで10ゾロって、これで300円ぐらいです。
そうだね。これで300円ぐらいです。日本のよりちょっと、なんだろう、生地は厚い感じですね。うん。匂いもあんまりないし、他のね、ちょっとね、お尻拭き、ポーランドのやつって匂いがついてるんですよ。私はあんまり匂いがついてるのが好きじゃないので、ちょっと、こっち使ってあんまりこっち匂いがないので、これを使ってます。お尻拭き、うん、いいですよ。これのパンパースも使ってます。ダダです。てな感じの買い物をしてきました。200ズロッティぐらい使ってます。使いすぎ。怖ー。怖ー。もう給料日前怖い。どうしよう。で、200ズロッティなんで6000円ぐらいですね。使ってます。普段だいたい毎日っていうわけでね、2日に一遍ぐらい買い物行ってて、うん、結構買うので、まあ、節約しないといけないんですけどね。うん、結構もうどんどんちびっこも食べるようになってきてて、旦那もね、食べてるんです。最近もうコロナのせいか、お家にいるせいか、食べて100キロ超えてるんです。もうどうします?5分に1回冷蔵庫開けてますよ。もうやめてほしい。ということで、まあ今回のお買い物でした。よければチャンネル登録、高評価お願いします。じゃあまたねー。サラミ。美味しい。見て、大きく。恥ずかしいの。